救世主の皆さん、こんにちは。いつもどうもありがとうございます。さてですね、今日のテーマはですね、こちらにありますように、需要と共感でございます。こちらの言葉はお聞きしたことがあると思うんですけれども、心理カウンセラーであったりとかメンタルコーチとか、そういう方がですね、人に関わる時の基本姿勢になります。最近は傾聴ということで、世間に広まっておりますので、耳にされた方は多いと思うんですけれども、需要と共感の巻ということで、最後までご覧ください。この動画を見ると人間関係が円滑になります。ぜひですね、お楽しみください。さて、これね、前回の動画を見てくださった方はご存知だと思うんですけれどもね、この度は大変、ご心配おかけしました。もうだいぶ怪我が治りまして、はい、傷跡もね、ちっちゃくなりまして、ちょっと半身痛むぐらいなんですけれども、自転車でこけたんですね。はい、ハンドル持っておりましたら、この傘がポンと入ってですね、全回転しまして血だらけになったという動画が前回上がってるんですけれども、まだご覧になってない方はぜひね、飛んで見てみてください。この傘を魔の傘と名付けておりまして、マッカーサーと名付けましたね。ここにあります、マッカーサーです。はい、ぜひ覚えてください。はい、それではですね、今回の学びはですね、その怪我をした時に私服部と母親との会話を取り上げて、皆様に何かお役に立てたらなと思っております。さて、私の母なんですがですね、ものすごい、繊細さん、HSP と最近言われておりますけれども、もっすごい繊細なんですよね。はい、本人よりももっと気にしてしまったりとか、心配しすぎたりとか、今回なんてね、多分僕以上にその怪我のことが心配で寝られないとかね、そういう超繊細さんなんですけれども、私服部は大変優しいので、はい、長男服部大変優しいのでですね、母親にこう心配かけないようにということで、ちょっと気を使ってですね、怪我をした時に、血だらけの時にですね、穏やかな表情で、はい、優しい声色で、はい、あんなっつって、はい、自転車でこけて血だらけになってって言ったんですよね。そしたら母親は何て言ったか、ちょっと考えてみていただけませんか。あなただったら何て答えるか。あなたの息子さん、娘さんがですね、自転車でこけられて、はい、お母さんに報告したと。あなたがお母さん、お父さんだったとしたら、はい、お子さんになんて問いかけをしますでしょうか。うん、いきますよ。正解はですね、うちの母親はですね、私服部がですね、自転車でこけて大怪我して血だらけになってんつって、みっともない、アホちゃう、バカやっていうふうに言ったんですよね。信じられますかねえ。この母親にも悪気はないんですよ、全然悪気はないんですけどね。はい、得てしてこういうコミュニケーションを取られる方は悪気がございませんので、皆様でともともにこういうコミュニケーションの勉強をして、世界をより良くしていこうじゃないかというのが、この番組心のレポートでございますので、ぜひ皆様も一緒に学んでみてください。正解はですね、こちらです。はい、ありますように需要と共感をすればいいんですよね。はい、転んで血だらけになったよねって聞いた時は、その言葉をまず受容します、受け取ります。はい、あ、こけたんだねと。そして共感する。共感はね、気持ちに寄り添うので、こけた時の痛さ、辛さに寄り添えばいいんですよね。はい、痛かったね、みたいな。こけたん、痛かったね、みたいな。ね、表情とか声色も大切になってくるんですけれども、その後にね、優しい方ならね、こけたん、大丈夫やった、みたいなね、なんかできることあったら言ってね、みたいな。こういう優しい問いかけをしていただけると、あなたは人気者でございますので、ぜひですね、いろんなところで需要と共感をする場はいっぱいありますので、ぜひぜひ皆様覚えてください。覚えましたでしょうか。もう一回いきますよ。需要と共感。はい、相手の思いを需要して、まず受け止める。否定したらダメですよ。需要してですね、気持ちに共感する。はい、なので、皆様ですね、ぜひですね、人のことを否定せずに、まず受け入れてですね、仲良くして、この世界を一緒に良くしませんか。はい、というわけでございまして、皆様、需要と共感いかがだったでしょうか。はい、この学びをですね、聞いてみて思われたこと、感想とかですね、気づきとか質問でも大丈夫なので、下のコメント欄にぜひお書きください。そしてですね、皆様もこれから救世主でございますので、ぜひチャンネル登録をしていただきまして、救世主の一員になりましょう。それでは、いってらっしゃい。